総務大臣や岩手県知事を歴任され、東京大学公共政策大学院で客員教授をされている増田博様に基調講演をいただきます。先生は震災後被災地の各地を回られ、被害に遭われた住民の方々のご事情を踏まえてさまざまな提言をされていらっしゃいます。では増田様、お願いいたします。ご紹介いただきました増田です。25分まで時間いただいておりますので、総論的なお話を申し上げたいと、後のパネルディスカッションの方に私も参加します。今日の趣旨は、東北から新しいさまざまな息吹がですね、出てきているということを、そしてそれをさらにもっと太くしていこうと、こういうことでありますので、その話にできるだけつなげていきたいと思いますが、やはりこれだけ大きな震災でありますので、その総論的なことですね、についてお話をしたいというふうに思うんです。で、一般的にはよく復興が遅れているというふうに言われております。それは町づくりとかですね、それから産業再生、この分野は私も確かにどうしても遅れが目立つなと、こういうふうに思うわけですけれども、無理もないんで千年に一度と言われるような、ああいう大きな震災でありました。したがってそうすんなりと進むわけがないという言い方もあると思うんですが、特に町づくりについては、その住まいとそれから工場だとかお店だとかですね、それを総合したものが町づくりになりますので、町づくりが遅れるということは、今日の主題であります産業振興などもですね、産業再生なども全部遅れてしまうということになります。ただいわゆるよく言われている高台移転なんですが、229地区今予定されているんですが、 85% ぐらいが大臣同意が終わったというふうに聞いてますので、多分雪解けになって今年の春、連休前後ぐらいからあちこちでですね、高台移転も動き出してくるんではないか。あと区画整理は57箇所なんですが、こちらまだもう少し時間かかるんですけれども、都市計画決定が60何パーセントまで今進んでいます。ですから区画整理の方は、もう少し大規模になりますので夏ぐらいからですかね。ただ高台移転の方は、春ぐらいからですね、動きが出てくるんではないかと、こういうふうに思います。あとあれ、動かすの、それでですね、もう私簡単にこのレジュメがお手元に配られていると思うんで、同じものなんであえてもうそのまま話し続けますが、もう一度、振り返ってみますと、震災が起きた後ですね、期待したことというふうに書いておりますが、多くの人たちがですね、この震災についてそれを乗り越えていく上でですね、考えたことの共通項のようなものですけど、一つは創造的復興、これは復興構想会議でもこういう言葉が使われておりますが、要するに復旧ではないんだと、元に戻すという復旧ではなくて、課題解決先進地とそれまでも言われてたような、さまざまな過疎化の問題、高齢化の問題抱えておりましたので、復興でなければいけない、そしてそれも創造的復興でなければいけない。したがって復旧は国の責任ということでしょうけれども、その国の責任で復旧をしたその上にプラスする部分ですね、それはやはり地元のそういう工夫などがうんと入っていかなければいけないんですが、そういうその創造的な復興にですね、国主導からうまくこうスムーズにですね、自治体やあるいは地域の住民の皆さん方の考えがそこに込められたような、そういうものにつなげていく。それからもう一つは非常時ルールでこれはやらなければいけない。当然のことながら、それまでの法体系などに従っていてはダメなんで、日本は、逆に言うと今回よく分かったことでありますが、いわゆる非常時モードのようなことをですね、今まであまり考えてこなかったということがあってですね、法体系を見てもその非常時の場合にはですね、そういう平常時のルールに従う必要がないなんていうことを特にあえて書いてるわけでもありません。ですから、あちこちの自治体の首長、この間も女川町長に会った時にですね、また振り返ってその話してましたけれども、30何万台車が流されたと、それを手当てをすると、
それで早く使うといったときにですね、やっぱりどうしてもいやいや車庫証明必要だと、印鑑登録、印鑑証明書も必要じゃないかという話がしばらくの間ですね、やはり行われていたと、まあこういう非常時ですから、そういう平常時のやり方は全部捨てていいわけなんで、まあ、薬の病院間のやり取りもですね、薬事法で制限されているんですが、やっぱりそういうことをですね、発生時点でですね、平常時のルールを捨てるということ、非常時ルールの適用ということが、まあ、期待されてたと思うんです。現実はそうなってません。それからあと司令塔としての復興庁です。これは例としては関東大震災、それからまあ地震ではありませんけれども、第二次世界大戦ですね。その後関東大震災の時には帝都復興院、それから第二次世界大戦の後は戦災復興院という、そういう形でですね、特別の組織を作って、まあ後藤新平ですからすごいスピード感でですね、わずか4ヶ月だけの総裁でしたけれども、組閣のその晩に復興のですね、4か条というのを作って、それでその3週間後にはもう復興庁の設立まで、帝都復興院のですね、創設までつなげていくということです。まあ、阪神・淡路の時もそういった組織が必要ではないかというふうに言われていたわけですが、もう一つ逆に下手にですね、中途半端な組織を作ると屋上区になると、したがって阪神・淡路の時は復興の担当大臣小里さんですが、その人を置いて既存の省庁の組織を使って復興をしていくと、まあ、これ あそこはもう2ヶ月で都市計画決定も全部終えてしまったというスピード感があったんですが、そういうやり方をしました。今回はですね、本来であれば当初強力な復興庁ができていればですね、もっと違ったと思うんですが、一番中途半端な11ヶ月後に復興庁が出来上がるという形でしたので、それまで既存の省庁の仕組みが動いてたんでですね、なかなかうまく復興庁の力が当初発揮できなかったということだと思います。まあ、いずれにしても今3点簡単に申し上げましたが、期待したこと、多くの国民、そして特に行政含め関係者が期待したことは創造的復興であり、非常時ルールの適用であり、司令塔としての復興庁ということでありましたが、現実にはそうならなかった。本格的な復興予算、これ第3次補正予算ですが、11月21日ですから、震災発生後8ヶ月、それから先ほど言いましたように復興庁の設置は年明けて2月1日、やっと間もなく1年1ヶ月ということになりますが、それだけ時間がかかったということでありますので、まあ、それを見てもいかに時間がかかったかということであります。でこれはもうあえて今日はレジュメの方にはそういう言葉を書きませんでした。現象面だけ書いてあるんですが、やっぱりその原因をですね、政治の混乱、政治の非力ですね、ということに、行き着くんではないかというふうに思います。まあ、そういうふうにズバッと書くと民主党批判というふうに思われても困ると思いましてですね、多分自民党がその時政権取ってても同じようなことだったんではないかと、これ検証のしようがありませんけども、いうふうに思うんですね。ですから、あえて書きませんでしたけれども、まあ、政治が混乱していた、そして、司令塔の設置もですね、非常に遅れたということがあって、現実に今何が起きているかといえば、一つは急激な人口が減少しているということであります。働く場がない、どうしても外に出て行かざるを得ない。一番市町村別で人口の増減率が減っているところは、多分女川町でですね、この1月1日時点でですね、震災発生時より 22% 人口が減っていると。それから大槌町、ここは町長さん亡くなったところですが、ここが 20%、 それから山本町、いちごの有名なところですね、あそこが 17.99%、それから陸前高田 15.3、 それから南三陸町 14.9、 山田町 11.8 と、ここまでが全て2桁の人口減少。そもそも人口減少が起きていた、そういう過疎の市町村ですけれども、明らかにそれまでの数字よりもぐっと上回るだけのですね、数字になっていると。宮城、岩手だけで
震災発生後ですね、人口の 4.3%、 3万5000人が流出をしているということであります。まあ、福島は戻ろうと言ったって戻れないわけですから、これはちょっと事情が違うんですが、県内外にですね15万人以上が避難している、まあ、こういうことになってますので、いかに人口流出が激しいかということだと思います。ここで誤解ないように申し上げておきますと、正確にはこの人口流出どうなっているかというのはですね、これ今の住民票台帳ベースの数字でして、首長さん方に聞きますと実感としてはやっぱりもっと多いと。ただいろんな事情で住民票を移せない、これは制度的にですね、やっぱり住民サービスが移すとですね欠けるところがあるんでですね、それでどうしても残したまま避難している人たちもいる、あるいは周りの目を気にして実際にはよそに行っている人がいるということであります。したがってこのことは今日はもうあんまりこの触れませんけど、やっぱり二重の住民票が必要ではないかとかですね、そういう制度的な問題にもつながってきます。総務省の方で証明書を出すという、その住民票ではないけれどもこの避難場所に住所地があるという証明書を出すということで、今それをですねとりあえず簡易に解決したんですが、まあ本当は住民票でなければ多分きちんとしたサービスは受けられないんではないかと思います。それからもう一つ現実何を起こっているかといいますと、伝統的な意思決定システムの崩壊というふうに書いてあります。要はこれは意思決定システムだけではなくて集落共同体、地域コミュニティがですね破壊をされたということ、これが大変大きいんだろうというふうに思います。で過疎の地域ですから、都市部ではですね、まあ、それなりに財政力がありますから、例えば社会保障、そういうセーフティネットもですね公費を使って行政の施策としてやりうる部分があるんですが、過疎地域はもう大体こういうコミュニティがですねその機能を代替しているというのが多い。高齢者の見守り、それからちょっとした買い物なんか隣近所でこう融通し合ってるわけですね。そういったことで、社会をですねなんとか維持をしているわけですから、要はその地域コミュニティがですね特に津波の場合には破壊をされるわけで、これは地域のセーフティネットがですね打撃を受けている大変深刻な問題。そしてそれからもう一つは、そういうコミュニティが破壊されるということは、まちづくりの時の意思決定システムというか意思決定が大変ですね混乱をするということにもつながってくると思います。それから、まあ、忘却と書いてます。これはまあ3年目に入ると阪神・淡路の時もそうでした。そして関係者の疲労感、市町村職員が大変疲れて、まあ、あまり表になるあれもはばかられるような中で、どうも聞いてみるとこの間までいた職員がですねやっぱりこう精神的に参って退職する、まあ、自殺者も何かやっぱり新聞で報じられている通り出てますけれども、送り出した送った方も大変悲劇でありますけれども、そんなことが起きているということです。でこれからなんですが、これはこの後のパネルディスカッションのまさに議論そのものでありますけど、どうしていったらいいかということですが、やはり現地での即断即決体制でですね、要は多様なニーズがあります。今現場でですね、例えば行政にとっても求められる能力というのは、基礎的な能力よりもむしろその場その場でですね的確に対応する応用能力ですね、ですから多様なニーズに応えていくためには、できるだけ現場に近いところにですね判断権を移して決めていくしかないんで、即断即決に近い体制をできるだけ作っていくということだと思います。それから最近目につくのが用地土地問題の解決、どこでも、まあ、すでにいろんな事業が行われているわけですが、例えば相続がですね膨大な相続関係が発生しておりますので、相続人はですね多くの場合もちろん県外ですが国内にとどまっていればいいんですけれども、海外にまで及ぶものがあって、もうその場合には、大体その土地を使うのを諦めようと、これは数日前に大津町長言ってましたけれども、ああいう特に今回の被災地の北側のリアス式のところはですね、いろんな事業の適地が少ない中で大変深刻な問題になっている。要はそういうその所有権を、ですから本来は所有権をここで問題にするんじゃなくて、問題は利用権なんでですね、
小笠原が日本に帰ってきたときに、特別立法でですね、特別の鎮弱権というのを法律で認めたんですが、まあ、今回もその利用権をもっと、特別にですね、設定できるような法的手当なども必要ではないかと思いますが、まあ、そういった用地土地問題、もう一つ言いますと、教会を決めている石ですね、教会を決めている確定してあれも流されてしまって、そもそも地籍調査が進んでないのは大阪なんかあまり進んでません、 2% ぐらいだと思いますが、この三陸の地域、まあ、岩手もだいたい平均すると60から70、かなり地籍調査は進んでいるところですが、まあ、構図も流されてしまったりしててですね、それで境界線がわからない、ですから私も現地見ましたけれども、そういう場面を見ましたが、全国から相続人を呼び集めて、あれ最後は立ち会いをして決めるしかないんですが、まあ、そういう作業も今始まっているということで、この用地土地問題はこれから事業が本格化するに従ってより大変になってくる、何か簡略、手続きを省略するか、スキップするですね、手当が必要ではないかと思います。まあ、先導的モデル事業、地域ということで一次産業とかエネルギーとか医療がありますが、これはこの後の報告でそれぞれの先生方発表されると思うので、ここは飛ばしますが、それからあと巨額予算6兆増えて25兆まで増えましたんですが、もう限度いっぱいだと思いますので、まあ、私はもう本当によくつけていただいたなと思いますが、ハードからソフトの方にですね、質的に変更させて、それでもうやっていくと、もうあまり予算ですね、もうそもそも資材も人手もあんまりなくて、消化すら今困難な状況になっていますが、むしろ別の面でこの手当を考えていくべきだろうというふうに思います。それであと最後、次に伝えるべきことで、まあ、自治体間の公益支援ですとかボランティアですとか釜石の奇跡や3000人の義務教育の子どもたちがですね、親が迎えに来て戻したことが本当に数人除けば全部助かりました。ああいうやっぱりその津波てんでんことか、ああいうことをですね、きちんと伝えなければいけない。それから記憶の記録会と書いてますが、やっぱりアーカイブですね、暗黙知のようなものをどう伝えていく、このあたりが非常に重要だと思うんですが、最後に申し上げておきたいのは、マイナスです、すごくマイナスの、大変な打撃が生じたわけですけれども、まあ、そのことによって例えば地域でのですね、意思決定の仕組み、これは顔役がいて、それから長老がいて、そして集落でいろんな物事を決めてきたという、まあ、大体おのずからどこの地域もですね、それなりの決め方というのがですね、あったと思うんですね。そういう決め方というのがあったと思うんですが、まあ、今回そこが変わったわけであります。そういう長老が亡くなったり、それからもう勘弁してくれということ、しかも中身が先ほど言いましたように今まで経験したことのない、もう本当に高台に丸ごと移ろうかどうかということです。でこの時がですね、私は今までどちらかというとなかなか意向反映しにくかった女性とか若者とかですね、あるいは地域外の人たちの知恵を入れて新しいですね、物事を決めていく、そういう仕組みを作る、まあチャンスというかきっかけになるんではないかと。ですからまあ、町づくりで非常に難航して意見が分かれて結局バラバラになってしまったという地域もあるんですが、これ津波の時に必ず、そういう問題というのは起こるわけですけれども、まあ、それを乗り越えてですね、なんとかまとめきった若者が主体になってですね、そういう地域もあるわけで、私はこの地域でこれからいろんなことを決めていかなければいけない、この意思決定の仕組みをですね、うんと大事にしていかなければいけないんではないかということと、やはりコミュニティ、その共同体ですね、その力っていうのがああいう地域には間違いなく必要ない。まさに社会のセーフティネットが今回やられたときにですね、その住宅とかいろんなものはお金さえ出せば、それは国が出すのか県が出すのか、あるいは個人負担ということで出す部分も多いと思いますが、出せば家なんかは必ず元に戻る。だけど壊れたコミュニティをですね、どうしていくのか、そこが非常に重要なことだと。これ時間かかります。ですからここ1、2年の間にですね、目に見えた形でいろんなものが出来上がってくる。しかしそれは本当の意味での復興ということじゃなくてですね、多分10年とか何年か経ってその間に地域のですね、コミュニティが出来上がって、そこでセーフティネットが本格的に動き出すと、まあ、こういうことになるのではないかというふうに思います。その時に願わくば新しいですね、今までどちらかというとなかなかこう入り込めなかった若者とか、繰り返しになりますが女性とかですね、外部のそういう知恵というものを入れた
新しい物事がですね、その場で決まっていくということになりますと、この今日の大きなタイトルにありますように、東北からいろんなことが生まれてくるんではないか、ああいうその割と小さいサイズで物事を決められる地域の方がむしろ革新的なことがしやすいはずですので、まあ、そういう新しい東北がですね、そういう時本当に生まれ変わるということにつながるのではないかと思います。少し抽象論多かったんですが、総論的に以上でございまして、後でまたパネルディスカッションの方でいろいろ見たいと思います。どうもありがとうございました。